んにちは、第八郎です。今回は新ジャパンヒーローズユニバース新ユニバースロボ、こちらが届いたので開封していきたいなと思います。はい、いやもう最高にね、まあ、いい意味でね、遊んでると言いますか、素晴らしく、遊び心のあるね、かっこいい、かっこいいわ、すごいですね。これも公開されてるね、その製品の紹介のね、 YouTube の、あるんですけど、めちゃくちゃ面白いので、見てください。もうめちゃかっこいいです。はい、もうこれはね、もう最高にカオス、いやー楽しみですねもうでは開封していきましょう。はい、ブリッサーの中はこんな感じで入ってますね。まあいろいろ、パーツ、スペシウム光線、AT フィールドで、ゴジラと新仮面ライダー1号ですね。でこれが初号機で、新ウルトラマンと、はい、こんな感じで入っておりますね。であとは説明書がこちら、はい、ちょっと大きめで、変身とかね、変身というか合体の説明が書かれていますね。はい、では一体ずつ取り出していきましょう。はい、取り出しました。AT フィールドにスタンドがあって、スペシウム光線もちゃんと専用のスタンドがありますということで、で初号機に手首のパーツ、交換パーツですね。で新ウルトラマンにも手首の交換パーツが、ひとまず付属している、ものですかね。はい、もういろいろね、突っ込みたいところはいっぱいあるんですけど一体ずつ、まあまず見ていきましょうか。はい、まずね、新仮面ライダーから見ていきたいと思います。仮面ライダー1号、これはめちゃくちゃ小さいですよ。めちゃくちゃ小さいです。こんな感じでテッカテカですね。これもね、変形します。ライダーをまず上にやって、開きました。あ、磁石っぽいのがついてますね。こんな感じで開いて、はい、こうです。で、あ、こうですね。前輪が後ろに、で仮面ライダーを、はい、こうですね。はい。で、顔が出てきました。ここにちっちゃいですが、顔ですね。いや、はい。すごいな。はい。仮面ライダーです。で、次は、新エヴァンゲリオンから、初号機ですね。こんな感じです。良いんですよ。ね、すごいおもちゃ感があってでね、いろいろ動きそうなんですけどね、一応ね、稼働をね、腕とか、はい、してくれるんですよね。胴体、あ、腰回りもちゃんと、あ、外れるなこれは。で足が、あのね、ロールがないので、もうこのまっすぐの状態ですね。まっすぐ、ここがすごい、いや、いいいいですね。素晴らしいですね。で、膝もね、一応こう、あ、ここまでかな。で、足首はね、結構自由に動きます。で、これも、いろいろね、外していけますね。はいはい。で、AT フィールドはこんな感じです。はい。AT フィールド。で、これね、外れるんですよね。こんな感じで。こっちが、変身した後に初号機につけれるやつで、これあれですね、中心の、ここからゴジラの顔が出てきます。はい。AT フィールド。で、次は新ウルトラマンからウルトラマンです。ごついんですよ、ウルトラマンね。顔はね、めちゃくちゃいい感じなんですけども、体だんだん下がっていくにつれて足太みたいな。すごいムキムキなんですね、足が。これ面白いわ。はい、足ムキムキです。上半身はね、まあでもちょっと胸板も厚いですねいや面白いな。
いやー本当にね、これはねもう癖になるぐらいいいですよ。はい、こんな感じで、ありますと。はい、これすごいしっかりしててね、分厚い、スペシウム光線です。スタンドに立てるとこんな感じで、最後はシンゴジラからゴジラです。いやこれね、まあやっぱね一番大きいんですけども、まあでも言うても高さはですね初号機とかシンウルトラマンとあまり変わりはないですが、いやこれだけすごい、いやほんといろいろ動きそうですね。いろんなところが稼働しそうなポイントがいっぱいありますね。おお、いやでもこれはこれでいいですね。これはこれで、いやすごくいいな。うん、なんかではですね、変身をねしていこうかなと思います。今エヴァンゲリオンをねちょっと、変形させてるんですけども、こんな感じでですね、で後ろに腕を回して、あこうか、でこうか。いやーこれで手が収納されたと。あーすごい、あーこんな感じになりました。で、下半身はですねここジョイントの部分を引っ張り出して、逆側の足が穴開いてますので、そこで、きっちり合わせて引っ付けると、はい、いうことですね。でこれを、前に、はい、持ってきて上に、あー、オッケーオッケー、こうこうですね。はい、でエヴァンゲリオンはこんな感じで、でウルトラマンは、見た感じねエヴァンゲリオンと同じですね。こう後ろの背面を開けてここを出して、あでこれをねジョイントの部分、折りたたんで出して、こう腕を、はい、内側に、はい、これで腕を内側に背中の中、体の中にですね入れて閉じると。はい、で下半身も一緒で、こういったジョイントパーツがね、はい、収納されてますので、ジョイントの部分を出して両足をしっかりと止める、で足を、はい、折りたたむと。はい、これでシン・ウルトラマン変形で、最後はゴジラですね。ゴジラはねいろいろ外れるんですよ。尻尾が取れて、背中のパーツが取れて、もうこんなんなっちゃいましたね。で足あここを取ってで頭部を変形を変形させてから、これを前に持ってくるといいね。で肩のジョイントを、あなるほど、こう横に出して、これが開くんですね。ちょっと、ああちょっと赤い部分が見えました。おこっちは緑っぽい。え、ここも？ああ、もう開くと。あ、で、尻尾が開く。開きましたね。はい。前回まで行くのかな？こうかな？ああ、こうですね。はい。で、背中に、あここにジョイント、あこれジョイントパーつけて、でここにつけるとゴジラすごい違う怪獣になりましたねこれね。でこっからエヴァンゲリオン初号機についてた肩のパーツをつけて、ちゃんと活用される、はい、つけて、で、ここ腕の部分ですね、はい、左は初号機、右はウルトラマンと。いや、いいな、これ。これは楽しい。この、あ、ちょっと待って。ここに手が内蔵されてますね。ここ、手首が。
手首出ました。こんな感じでウルトラマンと、初号機、はい、カオスで、エヴァンゲリオンの初号機、あれこれジョイントは、あ、こっちか、こっちですね、はいはいはい。でこれをつけてで、ゴジラの足ですね。ゴジラの足をつけると、いやーこれはすごい。でですね、初号機とウルトラマンをこっちを向かせて向かせる必要はあるのかな。すごいみんなこっち見てます。で、仮面ライダーをつける、はい、仮面ライダーをつけて、であと AT フィールド、はい、ちょっと外してここに広げてゴジラに通すと、はい、こんな感じでゴジラにつけると。で武器といいますか、 AT フィールドは、はい、そのままシールドになります。初号機に、はい、の腕につけて盾みたいになりました。で、スペシウム光線、こちらですね。こちらがなんとゴジラの背びれと合体、はい、でここにジョイントパーツがあるので、はい、こんな感じで引き出して、ウルトラマンにつけると、はい、完成いたしました。新ユニバースロボ、はいいやいいですね、いいですね、このカオス具合がとてもいいです。ちょっと見ていきましょうかね、はい、寄っていきましょう。いやーか、みんもうすごいですね、5つ顔がありますからねこれね仮面ライダーちっちゃいけど、いやーすごい、みんなこっち見てる、はい、こんな感じで、いやー合体しましたね。しかもちょっと素晴らしいですね。あ、ちょっと、いやすごいな、もう考えましたねこれね、これを作ろうっていう企画がね、面白いな。いやー後ろから見たらもうここら辺がもう穴開きまくってますね。で、尻尾が羽のように、なっております。AT フィールドから、覗かせるゴジラの顔、初号機とウルトラマン。いや、このね、スペシウム光線の剣めちゃくちゃかっこいいです。ゴジラの背びれですよ。はい、で、この部分、開きました。いや、これはすごいな。はい、足を揃えております。はい、一番下はゴジラの足と、いやすごい。まあ可動もね、一応ねこう動きます。ここはねボールジョイントにつながってます。ただここねちょっと外れやすいですね。はい、まあでもあんまりそんなに動かす必要もないと思いますので、一応でもね、向きを変えれたりします、顔のね。でここも動きますし、でもちろん、はい、手は上げれます。で肘はね、まあ、まあまあでもこういう動きができますからねで一応こう上にね、はい、上げることもできますと。でウルトラマンの方も一緒ですね。ここはよく開いちゃうな、剣が。ここ弱いですね、ちょっとね。いや、かっこいい。で、ここですね、ここ。ゴジラの胴体はね、カチカチカチって言ってね、すごいしっかりしてます。はい、ひねることができますね。で、足の方もですね、こうカチカチカチと、かなり上げることができ、膝は、まあこのぐらいですね。でもね、これ逆にも
はい、逆の方向にもね行くようになってますんで、不思議な動きができるんじゃないかなと、はい、思います。でここねゴジラの膝の部分も一応こう動くんですよ。はい、だからね意外に、動くかもしれないですね。ね、足首、ゴジラの足首はまあはい、ちょっと動きますと。で、まあ足がねかなりちっちゃいんですよね。でバランスがねそこまでいいとは、言えないんで、かなりですねバランスを、保つには、あ、まあこういった感じですね。はい、まああとですね、あのこっちの剣に、つけれるね、つけれると言いますか、ジョイントパーツ、これ AT フィールドのスタンドなんですけども、まあ、例えばこういうので支えて、はい、保ったり、ちょっと前に重心をやるけども、このジョイントパーツで支えて、立たせることは可能ですね。はい、それではね、仮面ライダー初号機ウルトラマンゴジラとまず一体一体回して、合体させたものをねちょっとポージング撮れたら、撮って、ターンテーブルで回していきたいなと思います。それでは行ってみましょう。はい、いかがでしょうか。新ジャパンヒーローズユニバースから新ユニバースロボを開封していきました。いやこれね、最終予約開始情報解禁だった時にね、これなんてことするんだと、誰がこれを買うんだと、まあ、僕は買いましたね。もう最高なんですよね、こういう遊び心満点のおもちゃいやもう最高ですよ。まあどのシリーズもね、僕もあのフィギュア持ってますけども、こうやってね、もう無理やり合体させたね、まあ、しかもちょっとかっこいいですからね。はい。スペシウム光線の、と背びれの剣とかね、尻尾が羽みたいになるとか、
AD フィールドのまんま、AT フィールドの盾とかも最強ちゃうかなと思うんですけども、まあ、何も AT フィールドからね、ひょこっと覗くゴジラの顔とかね、もうなんかもう、どれを見てもね、ちょっとにやけてくる、ちょっと幸せな気分になりますよね。ほっこりする、素晴らしいおもちゃかなと思っておりますが、まあまあ、あのフィギュアのね、出来としてはですね、まあ、シン・ウルトラマンとエヴァンゲリオンのあの肘の関節のところですね、ちょっと緩いかなと思います。で、仮面ライダー顔の部分ですね、まあ、ちょっと外れやすいんですよね。で、この尻尾の部分もちょっと当たればあの外れてしまうんでね、まあ、そこら辺はね、まあ、ちょっと緩い感じなんですけども、まあそこまで動かすようなフィギュアでもないかなと思いますので、これはこれでね、まあ値段がまあまあ高いんですけど、って感じなんですが、まあまあこのね遊び心でね、僕はもう全て許してしまおうかなと思いましたね。いやいや、いいですね。いや、もうこういうの大好きです。はい、ありがとうございます。はい、それでは今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。